ヤクルトの監督時代に息子の勝則をコネ入団させた。大学時代の勝則を応援に行ったが、その試合で活躍した稲葉敦則ばかり見ていた。エースの石井と結婚した木澤アナに対して、なんで石井なんやとぼやいた。ささやき戦術が効かなかったのは、大戸長嶋。ささやき戦術をやりすぎて、張本にバットで殴られた。盗塁をさせないようにするクイック投法は、野村が開発した。野村の現役時代のヘルメットは、清原が使っていた。王、長嶋をライバル視していた野村だが、実は巨人ファン。妻の幸をサッチーと名付けたのは、中居正広。わしの葬式なんて誰も来ないやろと言っていたが、多くの教え子が集まった。